昨日からアレスさん宅に泊めてもらって、今朝迎えてるんですけども、前回、2月ぐらいにトランスカフェアイアを2月に突然アイアさんが開催して、それで僕は久しぶりに大阪にその時行って、でその時は仕事が、まあクビになるかもしれないっていうか、もう実際退職願いを出して、でそれが受理されるかされないかっていう状況の時にトークをやって、でまあそれ以降ずっと、まあその後東日本大震災があったりとかして、なかなか大阪に来ることができなかったんですけど、それで久しぶりに、今回大阪に来て、でまあ今綾さんは別の仕事に就き始めました。でその辺の話を、まあ、せっかくこのブログを通して綾さんを、知ることになり、その後の綾さんの動向とか気になってる人のためにということもありつつなんでそこで笑うの？いやいや、ためにそんなにあれなんかなと思ってね、うん、まあちょっと、まあまあ、気にする方がいるんじゃないかと思いまして、うん、はい、ちょっとトークをさせていただきます。そうですね、はい、ご心配おかけしておりますそれで後からの話を、まあ、順繰りにいこうと思うんですけど、うん、会社はそれで、あの後前働いていた、うん、いわゆる、まあ、男の格好をして働けなければならない会社を辞めるに至った経緯っていうか、その、うん、まあ、辞めたことになった状況をちょっと話してほしいんですが、うんうん、まあ、だから結局のところ、ハラスメントですよね、うん、いわゆる直接その、私がこういう行動を私的なところでしてるっていうことに対して、どうのこうのとかいうことはなく、ただ仕事ができないように持っていかれた、うん、もう情報が入ってこない、うん、具体的にはどういうことがあったんですか？だからその例えば新しい仕事をやりますって やる段取りしてた途端に、結局誰か違う子が、若い子が結局その仕事をやりだして、うん、なんでって言われたら、いや課長に言われましたから私やります、うん、ならその 上の上司が結局やる言うたのにやってないんだよなって、うん、話が通じててなくて、うん、いつの間にか綾さんができないからやってないってことにされた、うん、されたとかね、うん、でやります言ってやろう思ったら、そのやるための情報が全く入ってこない、うん、今まあ要するにコンピューター管理ですよね、うん、なんかそのそれのコンピューター操作の情報が入ってこない、うん、誰も教えてくれない、うん、うん、いくつかそういうことが重なって、まあ、重なって、うん、で仕事しできてないじゃないか、うん、で立場上あんたがだからちゃんと、新しい仕事を見つけて やっていってもらうのは困る立場だよ、元年齢も年齢だしポジションもポジションだからっていうことは言われたりとか、うん、その例えば、うん、やってないことをクローズアップされて報告されたりとかね、うん、結局本社は別のところにあるんで、そういう報告が本社サイトの上部のところに、しか行かない、うんうん、っていうふうなことで、一度だから本社から来た、まあ、部長と話した時に、このままじゃ辞めてもらうことになるよとは言われました。ああ、要するに部長はだからそういう情報しか入っていけないから当然だと思うし、うん、それをされていた時の気持ちっていうか、うん、まあ、うん、ただ仕事ができないっていうふうにされているっていうことだけとは綾さんは取ってなかったんだよね。まあまあね、うん、だから一生懸命やってるつもりだから、結局まあ空回したとこもあったと思いますよ、自分としてはね、うん、だから、うん、そのいわゆるコミュニケーション不全が起こっての事実だったんですよ、会社の人と、うん、周りの人とね、うん、周りの人とね、うん、コミュニケーション不全が起こってるのは事実であって、うん、でそれはだからもう仕事できないっていうのは事実そこにあったから、それはもう間違いないことやったし、うんうん、それはだからもう難しいなとは思ってたから、うん、でまあ、そこで選択肢として結局、考えられたのは性同一障害っていう診断書を持って
それをもとに今の現職でそのままでいわゆる、カミングアウトをしていくっていう方法論と、うん、もしくは休業ですね、休業保障という選択肢と、あと辞めるという選択肢と3通りありました、うん、で自分はどれをチョイスするのかなっていう余裕は多少はあったんですよ、うん、多少はあったんですけど、なぜこの性格なんで、はい、じっくり考えないんですよね、うんうん、まあ、割と突発的に辞表を出して、突発的にやりますね、うん、それで結果的にそのまあ出してしまったものはしょうがないで、うん、それからその後、うん、一番最善の方法を取ろう、一番損しない方法を取ろうということで動いたと思うんだけど、うん、どういうふうにしたんですか？ね、一応なんか3ヶ月ぐらい余裕を持って退職したいなっていう話をしてたつもりが、突然もう今月で終わりってなってしまったんですよね、うんうん、だからその背景はいろいろあると思うんですよ。辞めさせたい人間が辞めるべきでないから、はい、終わりでいいかなとは、まあまあ、まあ、これこっちの勝手な憶測ですけどね、うんうん、まあまあ、それで結局、まあ、ちょっと待ってください、そんなつもり言ってませんでしたよってなって、ちょっと揉めました、うんうん、まだその先のこと3ヶ月ぐらい余裕、そんなこと聞いてない、いや、言いましたよとか言う、うん、でその会社のだから、あの規約にも書いてるでしょ、言ったら、あれはだからそういうふうに会社が認めた人間だけやと、うん、辞めてほしくない人間が辞めるって言った時に引き止めるためのものやと、うん、ということを裏を返せば、辞めてほしくないっていうよりも辞めさせたい人間だったと、あ、だから有給消化もさせないで辞めさせるっていう状況に行こうとしたところをどうやって止めたんですか？いや、一応、うん、ユニオン関係とか、うん、CGI とか、うん、等々当たって話し合いを持てるようにということで知恵を授かって、うん、でまあ、それで結局、まあ、ある人にちょっと一緒についてきてもらって、うん、話して、まあ、とりあえず折り合いつけて、うん、電実消化ってなかったけど、とりあえず、まあ、ある程度の消化と、うん、いうことで話し合いをつけました、うん、でもその時点でもう辞めるということになってきてたので、うん、もう辞めるということで、だからもう完全に有給取らせてくれずにもう突然辞めるっていう辞表を出したら、うん、もうすぐ来なくていいよってなるところを、うん、まあある程度の有給は消化させてくれた上でのっていうことで、させてくれたって言い方変かもしれないけど、うん、まあ、ちょっとね、うん、まあ、ただでも有給っていうのは法的にはだから消化するもんじゃないらしいですね。え、法的には有給はそういうふうな消化、うん、目的で有給っていうのはないというか、法律的にはだからそれは認められてないみたいです、うん、有給消化させてくれるのは法的には認められないみたいです。あ、そうなの。はい、なんか要するに社会通念として、うんうんうん、要するに寿退社なんかだったら有給して消化ねとか言って言うのは通念上あるけども、うん、それは会社の情けでやってるっていうことで、うん、有給っていうのはあくまで有給消化というより消化という意味じゃなくて、有給は取っていいですよっていう権利だけであって、うん、あ、なるほど、辞めるから有給使わせてくださいいうのはできないみたいです。あ、そうなん、法的にはそうみたいです。あ、でも今回させてくれたっていうのは、うん、どういうところが、あ、揉めないと困るから、ユニオンついてますよって、あ、で性同一障害ですっていうことも言いましたし、だったっていうような先生ちゃんとそれも伝えて、うん、でそれ悩んでてっていうことで、うん、要するに休業っていうことも考えたし、うん、っていうふうなこと全部言った上で、うん、でその話し合いした時の不備で3ヶ月やと私も思ってましたとかね、うん、いろんな不備がありましたんで、ってこっちも悪かったんですけど、うん、っていうふうなことで、うん、いやでも実はとか言って、そういうつもりだったんで何とかなりませんかっていうので、バッキーのユニオンついてますよと、うん、あるいうことで多少脅しました、うん、それはその一緒についてってくださった方が結構言ってくださったんだよね。そうですね、あやさん一人だとなかなかそこまでは言えないだろうっていうことで、まあまあまあ、お世話になりました。そういうのもあったんですね。はい、なんか今回だからそのユニオン関係の人とか、うん、私の知り合いのコミュニティの人とか、うん、に電話とかメールでかなりお世話になりました。うん。
だから結構話を聞いてたりとか今までの流れを経過を知ってると、やっぱりあやさんが性をトランスし始めて、うん、で会社の人にある程度それがもう察知されていたことが、うん、結構そのコミュニケーション不全を周りの人と起こす、うん、で周りがどんどんあのあやさんに話しかけなくなるというか、うん、で仕事に関しても嫌がらせるみたいな感じのことを始めるっていうことと結構密接に結びついてじわ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 と、うん、何か大きなことがあったわけではないけれども、うん、やっぱり積もり積もって積み重なっているものっていうのがあやさんのところに溜まってるなっていうのはすごく思ってた。ああ、そうですね。それを感じてくれたら嬉しいです、うん、だから防衛風呂ですよね、だから、うん、だからまあ実際事実話すれば、いわゆる部下ですよね、にこれしてねとチェッ、なぜなあかんねん、ああ、部下に言われた下打ち、あせなあかんねんでも言わずすいません、うん、下打ちだけですね、あまあそういうことが日常続いてた、うん、で結局上司からはちゃんと管理してないやないかと、ああ、はい、うん、だからなぜそれが起こるのかって言ったらいわゆる気持ち悪いんでしょうね、うん、というかつかもし要するに気持ち悪いと思って変態気持ち悪い、うん、男好きなんちゃうのとか、ああそういうふうに直接言われたわけではないじゃないけど、うん、裏にはそうがあるんやろなって勘ぐってしまいますよね。あのね、なんかこれすごい僕最近気づいてるんですけど、見えるマイノリティと見えないマイノリティの違いって、うん、まあ、トランスジェンダーで、うん、割と見えるマイノリティですよね、うん、で僕は見えないマイノリティのゲイなんですけど、うんうん、見えないマイノリティは結構自分に対して直接ではないけど、うん、ゲイの人とかオカマっていう言い方とか、うん、そういう悪口を、うん、自分がそうだと思われていないから周りの人は平気で僕の前でしたりするんですよ、うんうんうん、でも見えるマイノリティの場合は、うん、その人本人の前では周りの人はまず言わない、言わないけど結構裏とかで辛辣なことを言ってる可能性が高くて、うん、だからその他の人たちのあやさんがいないところの集団でわーって言ってるけどあやさんの前では出さない、うん、けどこの人はやっぱりそれが裏で言われてるっていうのはやっぱり感じるんですよね、うん、そういう違いってすごいあるなって思ってて、で感じるし、おまけに本当にそういう私のことを結局汚らしい変態、うん、男好きで男好きってだからそういう意味がゲイの人 の対象に言ってるのとまた違う意味での、うん、ああはい、うん、もっとなんか性に密接した、だからあの女になりたい人みたいな風なそのいわゆるテレビのオネエとかと重なっているイメージ でニューハーフとかそのいわゆる でもそういう人たちと別に、うん、そういう人たちをあれでいいと思ってる一方の人がいてるんだけども、うんうん、それがここにいてるっていうことは、うん、本当にこいつ汚いよ単にセックス好き の、うん、あのあ変態やというイメージ、あー、うん、だからテレビっていうのはある種、うん、外の 別世界なんですよ、うんうん、許される世界なんです、許されるというか要するに今私と一般の人も私とも関係ない世界なんです、うん、それが私の目の前にいてることは許されへんんですよ、なるほどね、うん、近づきたくないんですよ、だからまあ、そういうあの気配というかがもうずっと毎日ね週5で通ってる会社だからやっぱりそれが積もってくる、うんうん、